的化基礎論第3回の補足になります第3回では動的計画法をやったんですけども、その中で2つお題があって、その証明を補足に回すというふうにしましたので、それをやっていきます。はい。では、付録で、まずお題 A の証明からやっていきます。考えていた問題は、1機械に対して、え総納期遅れを最小化するという問題でした。 で、今ですね、2つジョブがあって、PJ と PK っていうものがあったときに、PJ の処理時間が PK 以下であって、J の納期が JJ の納期が JK の納期以下であるというときに、この JJ の方を JK より先に処理する最適スケジュールが存在するということをまず証明するということになります。で、えー、っと、まず、まあ、ここに書いてあるのは、まず、 えっと、あこれ、証明ですけども、まずそのシグマを最適スケジュールとし,して、えっと、今書いてあるここの過程は満たすものとしましょうというときですね。で、今このシグマは最適スケジュールなんですけども、そのスケジュールにおいて、JJ と JK の完了時刻を CJ、CK と書くことにします。で、そうすると今ですね、このまあスケジュールこう、時間とともにこう、時間順にこう書いてるんですけども、DJ と DK っていう、えっと、納期はですね、DJ の方がまが左にあると。 JK の長さと JJ の長さ、これ、えっと、処理時間ですけど、処理時間は JJ の方が短いですよ。あまあ、JK、JJ の方が JK 以下ですよ、というふうになっていると。で、この CJ と CK っていう、その完了時刻があるんですけども、まあ、この6個のですね、まあ、数値があって、この、まあ、あの、大小で、えっと、場合開けをします。で、場合開け、この6個あるということになります。で、どうして6個かっていうと、今ですね、えっと、 CK が c g 未満のときを考えます。もしくは CJ が CK 以下だったら、えっと CJ っていうのはこれ完了時刻ですから、えっと、ジョブ J の方が先に、えっと、ジョブ K よりも処理されてるということになって、えっと、おしまいなわけです。もう、その C シグマにおいて、ここに書いてある条件が成り立ってるということになるので、おしまいなので、そうじゃないと仮定します。で、そうじゃないってことは、これ CK が c g 未満であるということを仮定して、 考えるということになるんですけども、でそうすると、今ですね、この6個の数値があるわけです。dj、dk と、あ、六個です四個です、ね、dj と dk、そして ck、cj。これの大小のと、えー、とパターンがですね、6通りあります。なんでかっていうと、今これ4つの数値があるので、4つの数値をですね、なんか大小のにの関係で、この並べる方法っていうのは、えー、と4の会場通り。 本当はあるというか、4の解状通りになるかなというふうに思うと思います。4の解状ってこれ 4×3×2×1 なので、まあ、これはですね、20、ん資産12か、20、んですね、4ですね。24なわけです。だから何も考えないで並べると、これ24通りの場合が出てくるんですけども、ただ、えっと、DJ と DK には代償がある。あと、CK と CJ には代償があることが分かっているんで、えっと、これを2で割っ 2で割ったものっていうのが、2っていうのは、つまりその CK、えっと CJ の代償が逆転してるものと、CK が CJB1 のものと CJ が CK 以下のものっていうのが2つに分かれるので、それで、えっと、CK が CJB1 の方だけ取ってくると、えっと、半分になると。で、同じように DJ と DK の代償関係も決まってるのでの半分取ってくるということになるので、これ4割るとこれ6になると。だから全部でこれ6通りしかないということが分かります。で、6通り全部書いたのがここにあるわけですね。 ここにありますで、えっと、この6個の場合全体分に対して何をするかっていうと、今ですね、この、えっと、JK、その K 番目のジョブが J 番目のジョブよりも先に処理されているので、それを入れ替えたものを考えるということをしますで。それを今、タウとします。JJ と JK の距離順を交換したものをタウとして、このタウにおけるこの総納期遅れとシグマにおける総納期遅れを比べますということをやるわけですね。 で,すかね、で、それを1個ずつやっていきます。で、1個ずつやって、このタウの方の総納期遅れがシグマの総納期遅れよりも大きくならないということを言います。で、そうすると、シグマは最適スケジュールだったので、タウも最適,最適スケジュールであるということが言えるということになります。つまり、最適スケジュールで、えっと、J の方を先に処理するものが存在するということが言えるわけです。で、それ1個,1個ずつやっていきます。 はい、でまずはです、ね、1回目の1個目の場合なんですけれどもえ、どういう場合かというと,、えっと、完了時刻ですね、CK、CJ が先にあって、その後ろに納期があると、こ,れこういう場合ですね、CK、CJ、DJ、DK の順で並んでいるという場合を考えます。でその時に、えっときに、シグマにおける納期遅れの和とタウにおける納期遅れの和というのはこういうふうに書きます。でその差を取りましょうと 今ちょジ、ジョブのそれ以上、ちょっと、あの、この J と K と違うものを取りたかったので J プライムというふうにしてますけども、このすべてのジョブに対して、この、そう、えっと、納期遅れを考えて、その輪を取ってるんだけども、その差を考えますと。となりますね。で、そうすると、今、えっと、K と J の場所を入れ替えてるから、K と J の、えっと、納期遅れは、えっと、よ今、えっと、ここに書いてるんだけども、それ以外の、えっと、ジョブの納期遅れは、どうなるかっていうと、この、えっと、K よりも、 J JK ですね。シグマにおいて JK よりも前に処理されているジョブっていうのがあるんですけども、それはタウにおいても、えー、とこの JJ よりも前に処理されていて、それらの管理の時刻が変わりません。変わりませんから、このシグマにおける納期遅れの差とあ、納期遅れとタウにおける納期遅れの差のところを見ると、それ納期遅れは変わらないので、これ、相殺されます。この差はゼロになります。ここら辺のジョブについては。いいですかね。で、また、この JJ の後ろですね。ここら辺で処理されている ジョブっていうのもあるわけです。で、これらの、えっと、完了時刻も変わらないわけです。なんでかっていうと、ここの部分ですね。ここ、変わってないからですね。死後における JJ の、えっと、完了時刻とタウにおける JK の完了時刻が、これは一致してるからですね。だから、それも、この差においては、相殺されます。いいですか。で、一方でこの、この間があります。JK と JJ の間で処理されている、えっと、 ジョブがあるんですけども、これらのジョブの完了時刻がタウになると、この左、こちら、左によります。まあちゃ、ちゃんと言うと、タウにおけるここら辺のジョブの完了時刻っていうのは、シグマにおける完了時刻よりも遅くないです。だから、えっと、そ,うそうすると、この、えっと、えっと、今考えているこの tj ってやつですね、これは同期遅れですから、完了時刻が前に来れば、これは小さくなるわけです。 つまり、シグマにおける、この間における、間のところにあるんですね、ジョブのシグマにおける、えっと、納期遅れと、タウにおける納期遅れを引くと、これ必ず0以上になります。シグマの方が大きいかもしれないけど、小さくならない。なので、ここに、こう、えっと、そこの部分の差は0以上なので、この不等号が出てくるということになります。で、あと、この K に関わる分と J に関わる分だけが残るという形になります。いいですかね。という形で書けます。で、ここのところの、 この書き方っていうのは、これはずっと今後使ってきます。ですかこれはその K と J を上部入れ替えただけで、必ずこの初めの部分ですね、これを出しますので、これずっと使ってきます。だからこの、どのように順番に、えー、とこの納期と並んでるかとか、これ関係ないということです。はい。で、今は、でここまでは、えー、とこの6個の場合で共通するはずなんですけども、で、ここで今、この 第一の場合の状況を考えるところをします。シグマにおけるこの2つのジョブの納期局ではいくつかっていうと、えっと、納期はこの完了時刻よりも後ろにあるので、これ全部これゼロです。いいですね。J も K の納期局がないのでゼロと。で、一方、これ入れ替えた後も、えっと、納期局でゼロだってことは、これ、えっと、図を見てわかると思います。いいですね。どちらの完了時刻よりも後ろに納期があると。とですね、だから0 0あ、0、0、0プラスロマイナスロ マイナスゼロで、これはゼロになると。つまり、ここを見ると、シグマにおけるえっと総納期遅れが、タウにおける総納期遅れ以上になるということになっていて、タウがこれで最適スケジュールだったわが分かります、ね。シグマが最適だったので、タウが最適になると。いいですかね。という形で1番目の場合終わります。で2番目の場合です。同じようにやるんですけど、今度はこの,この納期ですね。dj が cj よりも前にある場合というふうに考えます。 でそうすると、始めのここは同じですね。先ほど言った通り同じなんですけども。で、どうなるかっていうと、えっ、ー、と、この J っていうジョブはですね、シグマにおいては遅れてます。シグマにおいて遅れてるんだけども、えっ、ー、と、タウにおいては遅れてません。なんでかっていうと、今この CK っていう K の、えっ、ー、と、完了時刻がですね、シグマにおいて DJ よりも前にあるわけです。これ、これ、仮定ですね。まあ、D、まあ、前、あの、イコールも増えて前に、前になるわけです。で、えっ、ー、と、処理時間を見ると JJ の方が、 これ PJ ですね。PJ が PK 以下なので、この JJ のえっと完了時刻っていうのが、あ、タウにおける JJ の完了時刻が CK 以下になるということになります。いいですか。だから、必ず、えっと、このタウにおいて J というジョブは遅れていないということになります。だから、このタウ J タウっていう、あ、TJ タウっていうのはこれゼロになるとなりますで。一方で、もともとシグマにおいて JJ 遅れてなかったので、入れ替えた後の JK も遅れてないと。 ここにありますからね。あ変,変なやつがしましたね。1ムにおける JJ の完了時刻と同じ完了時刻を JK がタウにおいて持つんだけども、それは DK よりも前にあるので、タウにおいて JK は遅れてないと。だから TK タウは0になると思いますねで。そうすると、この TJ タウっていうのは、今この 何か0以上の値を持っているんですけども、まあ、他のところは全部0なので、全部計算すると tj、s グマが残って、これ0以上だったことがわかります,です、ね。つまりタウンを最適スケジュールだということがわかるということになります。ですかね。で、これはあと4つの場合でや,やっていきます。3つ目ですね。で、これは、えー、っと、この場合ですね。えー、っと、完了事故 ck と cj の間にこの2つの納期があるという場合です。 でそうすると同じように計算すると、まあ、ここまでは来るんですけども、えっと、ここでですね、えっと、何を見るのかというと、0、えっと、になっていると分かるものがあるわけですね。それは何なのかというと、えっと、CK っていう式球のにおける K の完了時刻は DQ よりも前にあるので、この CK、ま、これ0ですね。これが0だとになります。これ0と。ちょっと見えないかな、色が。これ0だと。 なります。で一方で、えーっと、そういうことなので,で、このタウにおいては先ほどと同じように、この JJ っていうのが CK よりも前の時刻で終わっているので,で、DJ は CK よりも右にあるので、ここが遅れないと。だから、ここの TJ タウってこれがゼロになるということになります,です、ねで。そうするとこ、のここの上のところで TJ シグマと TK タウだけ残ってくるということになります。TJ シグマと TK だ。だから、えー、っと、こ。 ここに書いてある、この矢印の長さ、上の方がプラス、下の方がマイナスで、ここに残っているということになります。でそうすると、この図から見ても分かるように、上の矢印の方が下のな、えっと、矢印よりも長い、まあ、あるいは短くないので、この差は0以上になるということになります。もう少しちゃんと言うと、えっと、今ですね、この dj と dk を見ると、dk の方が右にあるので、右にあるので、えっとこ,のえっと、でこの完了時刻が一致しているので、上の方は必ず。 したよりも短くならないということが言えて、0以上になるということになります。いいですかね。もっとちゃんと書こうかな <laughs>。ちゃんと書くと、この tj、だからここ tj シグマっていうのが、えっと cj-dj ですね。で tk タウっていうのが、えっと cj-dk になるということですね。で、これがえっと dk-dj だから0以上になると。 この関係からですね、0以上になるということが言えると。だから、えーと、タウが最適スケジュールになると言えますということになります。はい。で、4つ目の場合、今度は、えっ、ー、と、dj が一番小さい場合ですね、ck が一番小さい場合はもうおしまいで、dj が一番小さい場合で、ck、えー、cj、dq で並んでいる場合です。で、そうすると、えっ、ー、と、 ここまでは先ほどと同じっていうのはこれ同じですね。で、えっ、ー、と、またことが0になって消えるものが2つありますというのがあります。なんなのかっていうと DK が一番後ろにあるので、この K っていうのは、えっ、ー、とシ、シグマにおいてもタウにおいても間に合っていることになります。だから、この、えー、TK シグマと TK タウがこれ0になるということになります。ので、 この tj シグマと tj タウだけは残ってくるということになりますで。ここにも図にあるように、この j っていうジョブはまあ遅れているところになるわけです。でそうすると、この図においてもわかるように、シグマにおける遅れがタウにおける遅れよりもまあ大きいわけですね。だからまあこの差は0以上になるということになります。まあ、計算は先ほどとあの同じような感じになるんですけども、図を見てもわかるということになります。でこれは、ただ単にえっと j の完了時刻が前に来てますから、 えっと、あタウにおいてね、タウの方では J の管理の時刻がシグマよりも早くなってますから、遅れが小さくなるということになるということになります。で、やっぱりタウも最適ールになりますということが、これで言えるということになります。はい。で、5番目の場合っていうのは、えっと、DJ、CK、DK、C0 の順で並んでいる場合ですね。こんなような場合です。で、この時にも、また、えっと、ここまでは同じですね。ここまで同じなんですけども、で、ここから、えっと、割と、えっと、 真面目に計算する必要があるので、これやっていきましょうということになります。で、真面目に計算しているんですけども、えーと、これは1個ずつまず見ますね。えっ、ー、と、tj シグマ、シグマにおける j の、えー、と遅れはどれだけあるかっていうと、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、cj が dj よりも右にあるので、cj-dj がその遅れとして出てきますということになります。はい。で、えっ、ー、と、じゃジョブ k はどうなってるかっていうと、ジョブ k は、えっ、ー、と、ck が dk 以下なので、k っていうジョブ、ジョ JK ですね。このジョブは遅れてないので、遅れは0と。能局で0になると。思います。はい。では、タウの方を見てみましょうと。えっと、タウ J、あ、TJ タウ。えっと、タウにおける J というジョブの遅れですけども、これは、えっと、今、ここにその、タウにおけるジョブ J の遅れを C'J で、K、ジョブ K の遅れを C'K と書くことにしましょうというふうにちょっとしてます。で、まあ、ここでは、 えっと CJ とまあ CK プライムと同じなんですけども、えっと、CJ プライムっていうのは CJ 以下になります。それはその J の方は先に処理されるってことになるので CJ プライムの方が CJ よりも前に来てるという形になります。で、ここに書かれてるのはそのジョブ J のタウにおける納期遅れの式そのままです。定義そのままです。定義そのものです。はい。で、で後ろに書かれてるのはえっと K の方で K の,方のえっの、と、遅れなんですけども、えっと、今この CJ は、CJ は DK 以上なので、まあ、ジ,ョジョブ K は、まあ、きっちり納期に間に合うか、それを遅れるか、どっちかなので、CK'-DK プライイムマナスっていうのが遅れとして出てきます。まあ、これ一致する場合はこれゼロですけども、えっと、ゼロじゃない場合には、えっと、正になるということが、まあ、この代償関係から分かるということになっています。はい でそうすると今言ったように CJ と CK プライムが一致するので、この計算において CJ と CK プライムはこれ消えます。消えます。消えます。はい。そうすると、えっと、マイナス DJ、プラス DK 残ってきます。いいですね。で、えっと、 今、ここの部分を書き換えようとしないと、ここの部分は今、上では C'J ってなっているものが CK に変わっています,です、ね。C'J でここで、CK ここなんですけども、今、K の方が処理時間が長いので、この CK と CJ' を比べると、CJ' の方が CK よりも先に来ているわけです。だから、からまあ、それはだから、今言通そですね、処理時間が一体対,対,対象があるので、CJ' を CK で置き換えると、ここが大きくなるので、引くと小さくなると。 いうことになりますいいですかでかこれは上の式を書き換え,た書き換えて、その代償環境を使っただけということになります。で、これが0以上だと言いたいんですけども、えっと、ちょっとこれ場合分けをします。今ですね、この、えっと、最大値が0であるときには、ここの部分はそのまんま、マックスは0になるので、そのまんなんですけども、今、DJ と DK を比べると、DJ は DK 以下なので、この部分、0以上になるということが言えます。 で,すかで、これが0の方が、あマックスはゼが0の場合ですね。で、マックスが0じゃなくて CK、CK-DJ の場合を考えますけども、でその時には、この CK-DJ が残ってくるんですけども、そうすると、これ DJ が消えます。消えますから、残るのは DK-CK になりますですね。で、DK と CK と対象を比べると、この仮定から DK が CK 以上なので、0以上だということが言えると。つまり、どちらの場合でも、ここに書いてある式は0以上になるので、タウが最適スケジュールですということが言えるということになります。いいですか で、最後の場合、6個目ですね。ちょっと待ってくださいね。最後の場合の6個目。はい。なんですけども、えっ、ー、と、これですね。dj, dk, ck, cj の順に並んである。まあ、こんな場合ですね。ちょっと、ややこしいですけども。で、えっ、ー、と、この2行目までは先ほどと同じです。で、このまた1個1個を全部こう確認していきましょうってことなんですけども、えっ、ー、と、これ見るとわかるように、まず、えっ、ー、と、シグマにおいては、ジョブ k もジョブ j も遅れてます。ので、その遅れをそのまま式に書いて、書いてます。ですね。 でタウの方ですけど、先ほどと同じように、えっと、ジョブ J の完了時刻を CJ プライム、ジョブ K の完了時刻を CK プライムと書いています。でその時に、まあ、ジョブ J の、えっと、完了時刻じゃなくて、えっと、納期遅れはその定義式からこうなります、ね。で、K の方はどうなのかっていうと、これ、これ必ず遅れてます。まあ、遅れてて、えっと、完了時刻が DK 以上になってますので、そのマックスのところでは、えっと、ゼロじゃない方が必ず出てくると。 ことになって、これが、えっと、tk タウの式になります。ですね。で、そうすると、これじっと眺めると、dk が消えるのかな ?dk が消えますね。dk が消えて、えっと、この、えっと、dk が消えて、で、そうですね。で、cj と ck、あ、ck' は同じなので、ここも消えるということですね。ここも消えます。はい。で、そうすると、 残るのは、えっと、CK とマイナス DJ とマイナス MAX なんとかかんとか。なんですけども、先ほどと同じように、この CJ プライムを CK と置き換えると、CJ プライムの方が CK 以下なので、この不等式が出てきますということになりますね。で、これが0以上だてことを言いたいんですけども、先ほどと同じように、えっと、この MAX がどちらを取るかで媒役します。と言ったんだけど、媒役しませんね。今、えっと、CK と DJ を対象を比べると、CK の方が DJ 以上なので、これ必ず、えっと、MAX は CK-DJ の方で達成されます。ですね。こうります。はい。ってことで、これ、ずっと見ると、これゼロだったことがわかると。つまり、タウがこれで最適スケジュールだってことは言えて、6個の場合、どの場合においても、えっと、タウが最適スケジュールだっていうふうに言えたので、つまり、入れ替えた後のタウが最適スケジュールにあるので、答えが証明できたと。答え A が証明できたということになります。はい。で、これで、答え A の証明が終わります。 はい、では次にですね、補題 C っていうのを証明します。本来、補題 B を証明しなくちゃいけないんですけども、実は補題 B を証明するために、補題 C っていうのを使うってことが、ちょっと、えっと、ストーリーになってまして、補題 B は何だったかってことを思い出す必要は今ないんですけども、まず、この補題 C っていうのを証明します。で、今ですね、ジョブはこの EDD 順、この、えっと、納期が早い順に、それ字が並んでるっていうふうに仮定しましょうと。で、今、ここでこの補題 C の中で、最適スケジュールとかって言ってるのは、この1、 シグマ t g の設定ですね、総納期遅れの最小化、1台の機械でということを考えているというふうに思ってください。はい、で、その状況で何をやるのかと。今ですね、π というのが、今、この ED、えー、納期に対して最適スケジュールだと修復しましょう。えっと、今、この問題においては、各ジョブの、えっと、処理時間と納期が決まっているんですけども、まあ、この,の納期、まあ、その今、与えられているものに対する最適スケジュールは π だとしましょうと。 で、パイにおいて、この j 番目のジョブの完了時刻を今これ cj と書きます。cj と書きます。で、何をするかっていうと、えっとですね、各ジョブの納期を動かします。で、その動かした後のジョブ j の納期を dj' って書くんですけども、それはこの範囲で動かします。ですか今、この dj と cj っていう値があるんですけども、まあ、どちらが小さくて大きいか分かんないんですけども、その小さい方まで DJ プライムが小さくできて、大きい方まで DJ プライムが大きくできるという範囲の中で、この DJ プライムを動かしてよろしいというふうにします。いいですかでそうすると、納期が変わるんですけども、ね、納期が変わると最適スケジュールが変わる可能性がありますで、えっと。処理時間は変えません。処理時間は変えずに、これを満たすように納期だけ変えます。で、その納期に対する最適スケジュールっていうのを作ります。いいですかちょっとこややこしいんですけど。 ですかこの π における完了時刻を見て、その完了時刻ともともとの納期から dj プライムっていうのを決めます。ですねまあ、決めるというか、を満たすように、なんか dj プライムというのをつ持ってきますとで。それに対する最適スケジュールを考えて、それを π プライムとするんですけれども、実はその時に入れるのが、この π プライムっていうのがも、えっともとの納期における最適スケジュールにもなっているということです,です、ね。ちょっとこれ下はイメージ図を書こうと思ってやってるんですけども、この π っていうのがありますと。 でその,時のえっの、と、だからもともと与えられているこの納期と処理時間があるわけです。でそれに対するなんか最適スケジュールが1個ありますと。でそうすると、各ジョブの、例えばこれ J1 っていうジョブを見ると、J1 の,の納期と完了時刻があるわけです。で、その間の値、どれでもいいから、えっと、1つ持ってきて、それを新しい なんか農機として、なんか問題を作りましょうというふうに考えるわけです。まあ、せっかくにはインスタントなんですけども、作りましょうとします。で、こっちのときに、えっと、処理時間は変えませんと。で変えずに、ここの,その新しい納機っていうのは、ここに書いてある条件を満たすように作ります。こそれ重要です。で、その納機に対して、今、最適なスケジュール、パイプラインっていうのを作りましょうというんですね。で、それはこんな感じなんです。で、そうすると実は、このスケジュール、この J1、J2、J3 って並べたものが、元の 状況でも最適になってますよとでこの例においては、確かにこの納期遅れの和が変わらないので、同じなのであ、確かに上が最適だったら下も最適だないということが分かるということですね。で、これがどのように、この条件を満たすように DJ プライムを選べば言えますよということです。うん。これすごいですね。うん、だから、だから割とこの納期に対してこの最適スケジュールが、 なんであるかっていうことが、まあ、あのロバストなんですよ。眼見なんですよねノ。ノイズに強いというか。って形になってるっていうのが、この1、シグマ、TJ って問題の性質なんですね。ってことが、まあ、言いたいことなんですね。で、これを言います。証明します。で、これちょっと厄介で、長いんですけども、まあ、やっていくと。で、ちょっと厄介で、何が厄介かっていうと、この4つのものをですね、ここ、に書いてあるんですけど、この4つのものを比べるってことをやります。 で、何を比べるのかっていうと、納期が初、えっと、めのま,ままの場合と変えた後の話がまずあるわけです。で、それはこのプライムをつけて区別します。D1、d 3と D1 プライム、D2 プライム、D3 プライムで、変える前の納期、変えた後の納期っていうのが変かっていると。で、変えた後の納期は何なのかっていうと、元の納期における一つの最適スケジュール π に依存して決めていると。そこからなんか作られる条件を満たすように、 決められてるんですけども。で、ななのかっていうと、そのまず元の、えー、と納期における最適スケジュールを π としますですね。で、それはだからスケジュール、これは J2J1J3 に並んでるというわけです。で、そうすると、そのスケジュールにおいて元の納期から作られるその総納期遅れっていうのが出てきます。で、これをシグマは Tπ と書きます。π っていうのは今考えているスケジュールです。 t っていうのは今までのように、えー、と考えている納期遅れになるわけです。で、まあ、罠のでシグマつけてるということになります。で、こちらのですね、新しく作った方の納期に対する π の総納期遅れをシグマ t プライムパイとてきます。これこつ、ここ3つ目ですね。いいですね。いいですね。このプライムつけたら、新しい納期に対する π の総納期遅れを考えましょうと言ってます。ですね。で、そうしたら、今、この、えっ、ー、と、新しい 納期遅れに対する、えっと、最適な、えっと、なんだっけ。そうですね、最適な、えっと、納期遅れっていうのがあるわけなんですね。あの、の最適な納期遅れ、総納期遅れを、えっと、出すような、えっと、スケジュールがあるわけです。で、それをパイプライムとします。ただ、パイプライムっていうのは、ちこれちゃんと書いてないんですけども、パイプライムっていうのは、えっと、 d1 プライム、点点点、dn プライムに対する最適スケジュールです。の一つを持ってき持って、パイプライムとします。で、そのパイプライムに対するに、パイプライムの総納期遅れっていうのを、このカッコの中をパイプライムとして書くことにして表,表すとですね。で、 何に対する相応極憶なのかってことが重要で、このプライムが付いている場合には、D1 プライムから Dn プライムっていう新しく作ったものも相応記憶になると。相応極憶になると。で、つかなかったら、t だけで、プライムつかなかったら元の、えっと、納期に対する相応極憶を表すということになります。いいですかね。だから、この4つの量を考えることとなります。いいですか。ややこしいですね。だから、もう一度言うと、この π と π プライムっていうのは、 そのどちらの納期に対する最適スケジュールを考えているのかということを表すと、t と t' っていうのは、んもう,も,うもう一回言いますね。π と π' はどちらの,の納期における最適スケジュールを表せるかということを表すですね。で、えーと、t か t' っていうのはどちらの納期に対する相納極を表すのかということを表しているんですかね。で、その中から t にプライムがつくかつかないかということと、π にプライムがつくかつかないかということの4つのバリエーションがあるというわけになります。 で証明したい目標なんなのかっていうと、この π プライムっていう、この D1 プライムから Dn プライムに対する最適スケジュールを持ってきたら、それがこの、えっと、元の納期における最適スケジュールになってますよってことを言いたいので、元のスケジュールにおける最,元の納期における最適スケジュールと分かっている π と総納期遅れを比べたら、π プライムの方がが π 以下になってますよっていうことを言いたいわけです。 そうすると π の方が最適なんだから、この不等式から π' の方も最適だってことが言えるということになります。いいですかね。で、これを示していくということになります。いいですかはい。で、そのために次の2つを証明しますと。今、この下の図でですね、これ比べたいのは、この t、あと、シグマ tπ とシグマ tπ' なわけです。いいですね。 そうなんだけども、そ,それを証明するために、この右の2つも使いましょうっていうことをやっていきますで,ですか。で、2つと証明するっていったら何なのかってここに書いてありますね。1つ目は、同じ π に対して、その納期を変えたら、同じ π ですね、同じスケジュールに対しての、えー、と納期を変えたらパイの、π である時ときと π プライムであるときを見ると、こういうふうなことが言えますと。ですね パイに対する脳器、総脳遅れの差が、パイプライムの時の総脳極限の差以上になりますよ。と言ってます。いいですかね。で、ここに4つ出てきているものは、これ全部違うものです。いいですか。<laughs> よく見ると <laughs>、わかると思いますけども、左辺は、この括弧の中にパイが入っていて、右辺は括弧の中にパイプライムが入っていると。で、t-t'、t-t' になっている。これ全部違うものですね。うん、で、 えっとまあ、一応、一番目はそういうものですと、一 <laughs> 般、まあうこ言ってきます。で、2番目は何なのかっていうと、えっと、右において、右の状況において、この t プライム π の和と t プライム π プライムの和を比べると、こういう不等式がありますよということを言っています。で、この2つを証明するんですけども、まず確認したいのは、この2つを証明できれば、一番上に書いたこの証明したい目標っていうものが得られるということを言います。 なんでかっていうと、今ですね、1番目の式を使うと、この証明した意識の左辺のこのシグマー T パイプライムっていうのが、ここにありますですね。なので、これは何とかいいかんなんですけど、それはこの左辺,マイナス左辺プラスこれですね、これという形で書けるということになります。いいですか。で、そうすると、だからこれ今、1番目の不等式は、この丸1番というか、この1番から出てきます。はい。 で、そうすると、今ですね、ここの2番目の不等式を使いたいんですけども、このここに書いてある、えっ、ー、と、t'π' の和ってのはここにあります。だから、そうすると2番目の式を使うところ地をすると、これが上から sigma t' で抑えられます。いいですか、うん。で、そうすると、この sigma t' ってのはこ,ことここにあるので、これキャンセルします。相殺します。で、そうすると残るのが、t'、これ sigma t' です。すみません。sigma t'。 になります。ので、証明したかったことが言えるということになるわけです。いいですかということで、この1番と2番が証明できればおしまいですということになります。でですね、実はですね、1番と2番のうちの片方は簡単です。2番の方は実は簡単です。なんでかっていうと、ちゃんと言ってませんでしたけど、先ほどのページではちょっと手で書きましたけど、プライムっていうのが、この新しい納期に対する最適スケジュールだってことを言ってるので、えっと、T' という えっと、そのお極限に対しては、パイとパプライ y を比べたら、パイプライムの方が下回るということになるわけです。ですね。だから、これはそのプライ y の最適性からすぐに出てきます。ということで、2番の証明は終わりました。ですかはい。なので、あとは、この1番の方を証明すればよろしいということになります。で、これは頑張って今からやっていくということになります。で、これがちょっと大変なんですけども、まあ、やっていきますね。はい。で、これはいくつか、えっと、 やっていかなくちゃいけないんですけど、これはちょっと大変で、どうするかっていうと、今ですね、まあこれが新しい先ほどのこれ1番ですね。で、ちょっとまあ書くんですけども、例えばこのシグマ t イですね。シグマ t イと書いてあるものは、これ本来は、えっと、J が1から M までの t j イなんですね。J という、えっと、J 場面のジョブのイにおける納期遅れを したものという形になってるわけですい,いですかえっと、その元の納期に対するですね。形になってるわけです。いいですかね。で、例えば、えっと、今、この、えっと2、2個目っていうのも同じように書くと、こういうふうにこう分けられるわけです。だから、何をしたいのかっていうと、ちょっと消すとですね。ちょっとなんか、あんまりフォーマルな。 ことじゃなかったないかもしれませんっていうか、ちゃんと記号定義しないからいけません、いけないかもしれませんけども、えっと、tπ-sigma t'π っていうのを今のように、この j が1から n までの tjπ っていうふう書いて、で、えっと、こちらも j が1から n までの t'jπ。これって、だから t' っていうのは、その新しく作った納期における納期オフだと思ってください。で、これが j イコール1から n までの tjπ- t'jpy, tjpy, primepy. こういうふうに書けると。で、この中身、これを考えていきます。この各、各ジョブ、j に対するこの差ですね。これが何なのかってことを見ていくってことを一つずつやっていきます。いいですか。で、その、今書いたものを消すんですけども、でそのために、いくつか場合分けをすると。 ということになりますでそれをやっていきます。はい、だから言い、今やったことはこれです、ね、その両辺に対する各ジョブの貢献についても、各ジョブの貢献というのは tjπ-t'jπ というのが左辺において何なのかで、右辺においてもその j によってバラバラにしたその一個一個の項が何なのかということを見ていくということになります、はい。それで、今ですね。 過程がありますね。過程は何だったかっていうと、この新しく作った納期っていうのが、この DJ プライムですね。これが、この式を満たすっていうふうに言ってるわけです。ですね。で、このミントマックスってここか書いてあって、これ分かりにくいんですけども、このミントマックスの中身に入ってるこの部分は、これ同じです。同じなので、何なのかっていうと、これは、どういうことを言ってるかっていうと、えっと、DJ が CJ 以下のときと、えっと、CJ が DJ 以下のとき、 で、場合分けされて、dj が cj 以下のときは、この min が dj になりますから、この式っていうのは、えっと DJ、dj, dj', cj っていう順番に代償関係があるってことを言ってるだけであって、cj が dj 以下のときには、えっと、min と max を入れ替わって、cj, dj', プライム dj の順でこう、あの、代償があるっていうふうになるということが、ま、こ、この、 えっと、式をミントマークスを使わずに、場合分けで書いた場合の書き方になるわけです。で、このまあ2つの場合を両方とも考えましょうということをやっていきます。各 J に対して、各 J に対してやっていきます。ですかね。で、まずそのケース1って言ってるのは、上の場合ですね。CJ が、D、あ DJ が CJ 以下のときですで。そうすると、ここに書いてある式っていうのがこれになります。ですか。で、そのときに今言ったこの TJπ と T プライムイ これが何になるかってことを見てきます。はい。で、ちょっと消すものは消しますね。綺麗にした方やっていきます。はい。で、そうすると、今この d j イ、d j イですね。ジョブ j のパイにおける納期遅れっていうのは、これですね。これ式はこの定義そのままです。cj っていうのは今、えっと、パイにおけるジョブ j の完了時刻だと思ってください。はい。で、今、えっと、cj-dj は0以上なので、これ cj-dj になると。ですよね。 で、一方、えっと、t j イっていうのは、新しい方の納期に対する納期遅れですけども、これは、えっと、パイっていう、えっと、スケジュールにおけるので、その完了刻を cj とすると、このような式で、えっと、納期遅れがかけるということになります。で、今、えっと、cj は dj' プライム以上なので、これは cj-dj' マイナスプイになりますと思いますで。そうすると、この差ですね、は、えっと、cj 消えるので DJ、dj'-dj プライイムマナスになるということがわかります。 いいですかまあ、ちなみにこの場合は dj プライマー dj 以上なので、これ0以上になります。けども、まあ、ちょっとこれは後でまた見るので、ここは、えっと、いらなくって、ま豊、あ、富うううになるということになります。ここまでいいですかで、これはケース1です。なんですけども、ケース1のえっと左辺の方です。左辺の方を今やりましたとなります。はい、じゃあ右辺の方ですね。右辺の方も、この j における あこのジョブ J がこのパイプライムでどのようになっているのかということをこ考えますということになります。いいですかね。で、そうすると、今、ここまで同じですね。で、そうすると今、ここに書いているのは、えっ、ー、と、あれです。あの、パイプライムにおけるジョブ J の納期遅れの、まあ、これ定義なんですけど CJ パイプライムって書いてあるのは、このパイプライムにおけるジョブ J の完了時刻を表してると思ってください。ですかね。だからこれは定義です。 で、そのでですで。同じように t'、tj' パイプライムをこのかけると、えっと、0と cj'-dj' の最大の方、大きい方というふうにかけるわけです。ですかね。で、そうするときに、この二つの差を取りたいわけです。差を取りたいというふうになります。で、そうすると、えっと、何なのかというと、この図は何なのかというと、 今、この c j パイプライムっていうのは何かこの完了時刻なんだけども、どこかにあるわけです。このスケジュールしたときにですね、どこかにあるわけです。で、それは DJ 未満か d j プライムよりも大きいか、d、DJ と d j プライムの間に入っているということになります。今、DJ と d j プライムの間には対象関係が DJ の方が小さいっていう形でなって 入ってるのでこの c j, プライムあ c j パイプライムのある場所っていうのはこの3つにまあか限られるわけです、まあ。イコールの場合もありますけども、それもまあここに入ってると思ってくださいと。で、これどの場合においても実はこの t j パイプライムと t j プライイムパイプライムの差が、えっと、d j プライイムマイナス d j 以下になるということが言えます。なんでかっていうと、今だから例えばここですね。ちょっとこれはじゃあ、えっと、場合分けになってるんで、ちょっと1個ずつやってみましょうと。 今、じゃあこれ、ここが、こ,こ,この、えー、CJπ が、えー、と DJ 以下の場合を考えましょうと。で、そうすると、えっ、ー、と、上の方は、これは0になると。間に合ってますからね、J の方では。で、下の方も0になるということになって、えっ、ー、と、この、ここに書いてあるものはこれ0になると。で、今、この、えー、と DJ-、あ、すみません。間違えた。消えないかな。d j d j っていうのは、ここに書いてあるえっ、ー、と、 ダッ関係から、これ0以上ですから、ここに書いてある等式は、両方とも0だったら成り立つということになるわけです。でね。で、これが初めの場合です。で、そうじゃなくて、この間にある場合、じゃ考えましょうと。間にある場合。あ、間にある場合ってこれですね。これですね。これが、えっと、CJI' の場合。で、この場合は、えっと、J' においては、DJ' の方、このあ新しい方では間に合っているので、これ0なんですけども、古い方はこれ間に合ってなくて、 でえっと c j パイプライムマイナス DJ になってると。こういうことですね。で、そうすると、今ここに書かれているものは、実際はこれはえっと c j パイプライムマイナス DJ になりますけども、今、えっと c j パイプライムっていうのは d j パイ DJ プライム以下なので、これは DJ プライムマイナスマイナス DJ 以下になると。 ということになって、これ欲しかった不等式が得られるというと思います。で、これは真ん中の場合ですね。はい、じゃあ1個ずつやってることが大変です。で、じゃあえっとこの一番右にここにえっと cj パイプラインがある場合はどうなるかって言うと両方とも間に合ってないので、cj パイプラインマイナス dj ってのは上から出てきて。うん 下は c j パイイプラムマイナス DJ プライムが出てきますと。でそうすると、これをそのまま二つ聞くと、ここの式ってすみません。ここの式っていうのがそのままえっと DJ プライムマイナス DJ となって、えっとこの不等式がイコールで成り立つと。 いうことになります。ということで、まあ、ど,のどの位置にこの完了時刻 CJ プライム、CJ パイプライムというのがあっても、ここに書いたら不等式が成り立つということになります。いいですか。なんか、ここの場合分けのところ、うまく、最後のところ、うまくやれればいいんですけども、書、ま、く、あ、形で、まあ、とりあえず正しいことは言えます。これ言えますね。ということで、先ほどのことと合わせると何だったかというと、先ほどはこの パイにプライムつかないところでは、これが DJ プライムマイナス DJ になるということが言えて、一方パイプライムがつくと、それ以下だってことが言えてたということになります。ですかね。ってことなので、こう見ると、上の不等式が、このケース1の場合には言えたと。あ、上、ちょっと写ね。上の不等式っていうか、上の不等式の第 J 項目のところ、J1 目のジョブのところがこの、の代償関係があるということが言えたということになります。ですかね。で、じゃそうじゃない場合、これじゃない場合ですね。これじゃない場合にも同じ不等式が言えるということを言いたい。 それやってみましょうと。CJ が DJ かのときには、このようなえっと関係が、この上のえっと式の内容になるんですけども、そのときに同じように、この TJπ と TJππ パイパイもまず考えましょうということになります。でそうすると、このときには、まあ、ここに書かれているのは、納期遅れの定義式です。定義式なんですけども、この完了時刻 CJ っていうのは、どちらの納期よりも先にあるので、これは納期遅れない、0ロの形になります。だから、この差も0になると。 となりますいいですかね。じゃあ一方で、パイプラインの方どうでしょうと。先ほどと同じように書いてるんですけども、この、ちょっとなんか、気泡が、気泡が揺れてますけども、えっと、ここで CJ プライムって書いてあるのは、先ほど、えっと、CJ パイプライムと書いたものと同じです。ちょっとすいません、気泡がれ揺れていっていきましたけども。気泡が揺れてるし、書いてないのがいけないですよね。で、ちょっと今、なんか固まってしまったんですけど、大丈夫かな。 固まってしまったんですけども、消えないですね。すいません、なんか。消えない、なんかたまになんかちょっと、こういう形でなんか、変なことが起きるんですけど、大丈夫かな。あ、なんか、これはなんか嫌な予感がしますけども。 はい。それでですね、もう一回言うと、言うとえっと、CJ プライムっていうのは、先ほどの記法で言うと、CJ パイプライムのことです。すみません。記法が統一されていなくてはいけないんですけども、こいうことになります。で、そうすると、ここに書かれているのは、定義式そのものです。えっと、この TJ パイプライムとか TJ イパイプライムの定義式そのものになっています。で、そうすると、また、この CJ パイプライム、あるいはこの CJ プライムが、この、えっと、どこに位置するかによって、 この差の、えー、と値は変わってくる可能性があるんですけども、どの場合でもこれは dj'-dj プラ DJ イイムマナスで上から押さえられるということが先ほどの場合と同じような形で言えます。で、ちょっとこれはちょっと省略します。同じような形で言えますので、やってくださいということになります。で、そうすると今 DJ、dj'-dj プライイムマナスってのが出るんだけども DJ はあ、dj' は dj 以下なので、この差っていうのは0以下になります。いいですかってことで、 えっと、今、まあ、係数2においても2つの場合が出てきたんだけども、それは先ほどとちょっと違うんだけども、まあのえっと、π にプライムつかない場合はイコール0で、π にプライムつく場合は0以下な形になるので、この式が成り立つということになります。つまり、の上の第、えっと、えっと、ジョブ J に関する部分も、やっぱ同じような不等式、同じ方向の正しい不等式が得られるということになります。ですかね。ということで、えっと、 ケース1、ケース2があったんですけども、こちらの場合も、イコール0はなくて、すいません。えっと、このような形で、えっと、この左辺の方が右辺以上になるということが言えるということになります。はい。ってことなので、まとめると、この左辺の方は J で分解した形で書いたときに、その各 J に対して π に ππ をつけると、不等号が得られますよという形になるので、欲しかった不等式が得られるということで、証明が終わるということになります。 いいですかね。はい。ややこしいですけども、まあ、冷静になればできると思うんですけども、えっと、場合分けとかがあって大変かもしれないということです。よろしいですかはい。で、これが補題 C でした。じゃあ、最後に、えっと、補題 B の証明っていうのをやります。これが最終的にやったかったことです。で、補題 B って何だったかっていうと、今の解きたい問題の設定で、またジョブは、えっと、ED d 順、その納期が早い順に並んでいるとしましょうと。で、この時に全体の中で、この、 J スター番目のジョブが処理時間が最大のジョブですね。であるとしましょうと。でそうすると、その時に、このある K とある最適スケジュールが存在して、そのそ最適スケジュールにおいては、えっと、J っていうその添え字が K 以下で、なおかつまあ J, プラス、えっと、J スターと違うものであるときには、そのジョブは J スターよりも前に処理しますと。で、J が K よりも大きいときには、それは J スターよりも後に処理すると。 いいような最適スケジュールがありますよということを言いたいということになります。で、これを証明するために、この古代 C というのを使いますということになります。で、それをどうやってやっていくのかということを今から説明します。はい。で、今、何をするかっていうと、この C っていう、これは、えー、っと、実数です。で、これを設定するんですが、これ何なのかっていうと、 今考えている納期があるんですけども、その納期に対する最適スケジュール π っていうのを持ってきたときに、この J s t a っていう処理時間が最大のジョブが完了する時刻ですね、これ CJ スターパ π っていうのは、を見て、それをこの最適スケジュールをすべて動かしたときの最大値を持ってきます。つまり すべての最適スケジュールを見て、最適スケジュールって複数ある可能性があるんですけども、すべての最適スケジュールを見て、その中でこの J スターバップ目のジョブが一番最後に完了するものを持ってきましょうと。でその時の,その J スターの完了時刻をこの C としますというふうにします。ですか、ね、で、その C を使って新しい納期を設定します。で、どうするかっていうと、J スター以外の、えっと、ソエージ J に対しては、その、えっと、 dj' プライムっていう新しい納期を前の納期そのまま dj 持ってくるとします。で、j star 1分のジョブ、ジョブ、JJ star だけは新しい納期をラージシーにしますと。これだけ、こう、納期を動かすと。で、ラージシーにしますというふうにします。いいですかで、そうすると、これ新しい納期ができるんですけども、この新しい納期は先ほどの補大 C の過程を満たします。補大 C の過程って何だったかっていうと、えっと、min、えっと、 dj, えっと c j p イ dj スターマ max, dj, えっと c j p イと。だからこんな感じなんですよ。p イが、その、えっと、最適スケジュールであるときに、えっと、その、 最適スケジュールにおける完了時刻と元の納期の最小値、最大値の間に DJ プライムがあるように取ってくるということだったんですね。で、えっと、つまり、えっと、元の納期そのものだったら、これはこの式必ず満たします。それはあの DJ がこの民家マークスのどちらかに入ってきますから、こうやったら正しいと。で、この J が JSR のときなんですけ、ね、ど、この C っていうのはこっちに対応するわけです。こっちに対応するので、これもやっぱり正しいということになります。だから今新しく設定した この納期っていうのは、古代 C の過程を満たします。だから、その古代 C の中で、その動かしてよいという納期の範囲に、この DJ プライムっていうのはこあります。ということになります。で、そうすると、古代 C から、今、新しく設定した方の、えっと、納期に対する最適スケジュールを持ってきたら、それは元の納期における、納期に対する最適スケジュールになることが分かるわけです。いいですか。で、今から何なのかっていうと、この新しい納期に対する最,対する最適スケジュールで、先ほどの 前に戻りますけども、ここのですね、この、えっと、性質を満たすものっていうのが存在するってことを言います。でそうすると、古代 C からそのスケジュールは元の納期に対しても最適スケジュールになっていて、同じ、えっと、性質を満たすということが言えるので、それで証明が終わるということになります。ですかで、じゃあその新しい納期に対する最適スケジュールを1つ持っていきましょうと。ですね。古代 でそういう最適スケジュールを考えるんだけども、まず、補大 A があったので、そのような最,最,最適スケジュールにおいては、この、まあ、これが新しい、えっとえっと、J スター1目の、えっと、ジョブの納期なんですけども、その納期よりも、えっと、前に納期があるようなジョブですね、だから DJ が C 未満であるようなジョブ JJ があったら、それは JJ スターよりも前に処理するような最適スケジュールが存在することが分かっています。 A からで、まあ、それを、まあ、シグマと書きましょうということになります。で,すかで、そうすると、今、シグマっていうのは、えっと、ななのかというと、これは、えっと、新しく作った納期における最適スケジュールなんだけども、古代 C から、これはもともとの納期における最適スケジュールにもなってるわけです。ですか。だから、今、このシグマにおける J スターっていう、 J スター場面のジョブの完了時刻っていうのは C 以下に必ずなります。なんでかっていうと C っていうのはジョブ J スターの完了時刻の中で、えっと、最適スケジュールを見たときに一番遅いものを取ってきたわけです。だから最適スケジュール1つのえ1つの最適スケジュールであるシグマと最適スケジュールの中での最大値である C を比べたらここに書いてある不等式が必ず成り立つということになります。いいですかね。 で、まあ、この C っていうのは今の新しい納期になっているということです。だから、この条件が必ず、その、ラージ C の作り方から、構成法から成り立つことが言えます。ですね。で、この時に、今言ってるのは、この、えっと、ここら辺ですね。この C よりも前に納期があるジョブは、まず、この JJ スタイルよりも先に処理して良いということが分かりましたと。じゃあ、後ろの方どうでしょうと。こっち考えます。 でこの時は、今考えているシグマにおいて、えっと、この DJ ですね、えっと、納期がこの C よりも後ろにあるんだったら、えっと、このジョブですね、JJ を JJ スターですね、この、えっと、処理時間が一番大きいジョブよりも後に処理しても、えっと、総納期遅れは変わらないということが言えます。なぜかというと、仮にこの JJ っていうのが J, J スターよりも先に処理されているとしましょうと。 そうすると、このスケジュールにおいては、こういう状況になっているわけです。ですね。えっと、JJ は JJ スターよりも先に処理されていると。で、C と DJ 比べると、DJ の方が C よりも後にあるという形になっているわけです。で、先ほど、前のページ、ここに書いてあることから、えっと、えっと、シグマにおける J スター盤目のジョブの完了時刻は C 以下です。だから、えっと、JJ スターっていうのは、このシグマっていう、えっと、スケジュールにおいては、えっと、C という の時に間に合っているわけです。ですかね。そういうこういうふうになってます。じゃあ今こういうふうになってるんだけども、ここからえっと別のえっとえっとスケジュールというか、ここからこのえっとえっとこのスケジュールにおいて JJ ス JJ、えっと、をここの段階ではまずは処理せずに後で処理して JJ スターの後でえっと直後に処理するっていうふうに変えてみましょうと。こんな形になります。 でそうすると、こういうふうにしても、この JJ スターと JJ は遅れないわけです。この C と DJ の代償関係からですね。で、一方で、他のジョブを見てみると、えっと、この JJ よりも前に処理していたジョブの完了時刻、これ変わりませんから、ここに対する処理遅れ、えっと、納、えっと、局でも変わりません。と。JJ、えっと、スターよりも後に処理していたジョブの完了時刻もこれ変わらないので、納局では変わりません。じゃあ、この JJ と JJ、 スターの間で処理していたジョブっていうのがあったんですけども、これらの処理、えっと、完了時刻は早くなりますで。早くなるので、これによって納期遅れが大きくなることはありません。ですかね。だからこのように入れ替えても納期遅れが増えることはないわけです。小納期遅れが増えることはないわけです。で、元々のスケジュールは最適なスケジュールだったので、このように入れ替えても最適スケジュールになっているということが言えます。ですかね、つまり、この後の方にあるこのです、ね、この C よりも、 えっと、納期が後にあるようなジョブっていうのは JJ スタよりも後に処理して良いと。処理しても納期遅れは増えないということが言えるので、最適なスケジュールとしてそのようなものが存在するということになるわけです。で、これで証明が終わります。よろしいですかで、これでホォル ID が証明できましたということになります。はい。で、これで、まあ、あの付録というか、この補足動画は終わりになりますけども、えっと、講義治療にはこの後、どうやって計画、アルゴリズムのリズム動作で と言ってますが、まあ、本、実は動的計画法アルゴリズムの動作例を紹介しているんじゃなくて、再起がどのように動くのかっていう動作例になっているので、ちょっとここに言っていることは間違っているんですけども、まあ、この部分は皆さんあの、自分で見て確認していただければと思います。で、あの自分自身の、あのもし、えっと、計算を自分でやってみたいというときには、それとあの合わせて確認してみるという形にしてみてください。はい。で、これで補足動画の方を終わりにします。ありがとうございました。